どうも、ゆさです。はい、私の大好きなクリスタルタワーのお時間でございます。さあ行こう。これ今回なんか一層サボってますよね。ジークフリード難易度30になってるんで、まあ、ここはじゃあ育成メンバーで行きます。はい、なんだろうね、なんなんすかね、なぜこれが入ってきたのかよくわからないんですけど、いろいろ今回のクリタはツッコミどころ満載で、まあ、ここもよくわか、30もよくわかんないんですけど、それだけ後半が強いってことなんでしょうかね。全然やもん。何のために置いたんやろ、マジで。理由があるのかな。深読みして怖いんですけど、終わりですよね。終わりました。結局これなんですね。はい、前情報ないですけど、まあ、そんなにおかしいことはなかったんです。はい、次、ガイウス・バン・バエサル。こいつ説明1行なんです。 HP が減ると青い炎をまとい、攻撃力と魔力が上昇する。これちょっと覚えておいてほしいんですけど、1行で終わらされてるんですね、これですね。シンプルでいいですよね。シンプルでいいと思います。一応それ用に組んだわけじゃなくても、このパーティー、シリーズのパーティーでそのまんま行こうと思ってます。多分いけると思うし、最高。説明があまりにもないから、まあ、イコール防御虫とかはあんまりないタイプの人なのかなっていう。2位ぐらいでいきますか。壁とかさえちゃんと貼っときゃいいのかなという。なぜかサンクレッドを連れてきているのよくわからない。展開戦術、虫の声、固めていきましょう。きっちりスタイルはいいですね、こいつ。ちなみにモデル体型ですね。回転術、反射させたいわけでもないんですけど、多分板だけでもやれるレベルなんですけど、板がめちゃくちゃ強いんで、板をサポートしていく。板の攻撃力を上げきって、謎の攻撃、反射が、反射をもらっていく。よくわからない。マリガルしますか。シェルガもやっとこうか。すえー、まといもしてないのにこの威力。はい、オッケー。はい、リザスター、もうカウントしてます。弱いな今回。あ、これね、青い炎をまとうというのはこれですね。これでちょっと攻撃力、魔力が上昇したということですね。そんなに強くなっらないと思うんですけどね。ジャッジメント、ほら弱い。血で大したことなず、延期度もいますし、もう一回やばくなったら、全体食らったら延期度かな。で、あとはもうイダが溜まるでしょうし、イダが溜まったらもう終わりやからね、こいつらは。こいつはイダのゲージが溜まったらもうおしまいですから。反射でもそこそこ食らっとるしな。ありがとうございます。リダは超絶だけ持ってるんですけど、フル台しました。サンクレッドもぼちぼちバーストいける。まあ行かなくてもいいんですけど、毒バースト、謎の毒バーストいけましたね。即死で毒。
あーいいやいいやダメージ。シリーズ共鳴でかいっすね。共鳴はやっぱ強いわ。さあ何していいかよくわからない。いや無限連打知らないんですよ。もう何をさせたらいいかよくわからないんで、女神の慈悲、最も使えない超絶と言われているこれ。234もっと連弾数を稼ぐために左バービーを使うのかな。知らないだと。ナイス。もうあとなんかあの反射ダメージで死んでしまいそうですけど、かわされていく、恥ずかしめを受けていく。エリアルブラスト、インフィリアは燃える力、もう倒しにかかろうか。よし、闘魂旋風脚。はい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 、これ終わったんでしょうね。おつ、スーって帰ってった。戦ってたんちゃうんかよ。めっちゃスーって帰ってた。はい、オッケーです。あ、さあ次、シバ、これもシリーズで行こうと思ってってるんですよね。共鳴してるところをふんだんに使ってってのここか。テンパですね。で、氷だけやっとこうかな。まあ、芝なんで、まあ、もろ氷の人なので、まあ、氷だけは対策しとこうかな。あとはそれほどビビらなくてもいいかなと思うんですけど、よし行きましょうか。魔石もなんか魔石も中途半端な感じになってます。全然中途半端な感じになってますが、適当でいいです。していこう。氷さえやらなければいいんですよね。氷の攻撃さえやらなければ、多分氷は吸収だったと思うんで。火力がね、こっち相当強いから、よっしゃ行くぞ。水で溶かしますか。壁は最速で張って、どうなんかな、いるかな、踏みとどいるかな。あとでいいか、刺して溶けていくと思うんで。さあほら刺して、スローが、じゃあやっていきましょう。スロー側は嫌やね。スロー側はマジで嫌です。本当にヘイストが重要なゲームですからね。これこのレコードキーパーはタルをブレイクされていく。踏みとでやっときゃ安心でしょう。しかも出て、シルバー食らわない、全然食らわない。呼び出す、いいね。効いてる、まとう必要がないからな。死ね、ヘイスト。はい、これまたあれですよ、必殺いかなくても終わるやつですね。ドン、効いてる。あ、間違えた。魔力を下げて
下がってますけど、はい、今ちょっとこれ重なってるなよみたいな意味不明です。円安にしてくれよかった。ほんと適当に組んだんで、もうめちゃくちゃ省エネで適当に置いてあったやつそのまま持ってきたぐらいの感じなんですよね。イメージそれでも勝てるだろうと踏んだんやけど、やっぱ勝てそうですね。普通にめちゃくちゃ弱い。ちょっとクリスタルタワーが弱くなってきた。本当に最終層だけが一気に強いですからね。最終層のあのレベルを4体とかでも良さそうですね。それでもそこまで魔石のレベルには追いついてない感じ。天からの一撃キャンセル。え、もう倒せてますよね。ナイス、お前ら早せやみたいな。よし、オッケー。まあそれほど強くはないっていうか、もう超ナメプレ全然大丈夫なレベル。はい、ありがとうございます。さすがにね、クリスタルタワーズシリーズでってあんまりやってないんですよ。なのにシリーズでこうクリアできていってしまうのはかなり危険な難易度。最後はクジャで、前衛にブライン、後衛にコンフュが来るから全員前衛にしたんだったと思います。あとはラインのパーティーにしたような、まあ、共鳴パーティーですね。にした。これでいこうかなと思ってます。はい。まあ、無理っぽければまたちょっと考えますけど。よっしゃ、行こう。ん？はい。クジャ。まあこいつはもう体勢無視、体勢無視ガンガン言われてるんで、まあ踏みとどやりつつ、あとはクイナでちょっとずつ魔力を削りみたいな感じですかね。ガーネットで回復多めで、なんで、まあ、ヘイスガもちょっと温存しつつ、じっくり行こう、じっくり。次のターンでいいでしょ、食らってからでいいでしょ。早く倒す必要はないですからね。雷帝の試練、これで攻撃力アップ。正直雷弱体化はほとんど意味がないですね。雷で攻める人がいないので、死神の一戦フラウ、フラウド、サガフラウ、フラウド。さあ、じゃあケイスが張ります。あとは、まあ、クイーナの必殺が攻撃力アップなんですけど、さらにそれぐらいかな。あとはガーネットなるべく攻撃よりも守備的なスタイルでいって、スタンとベアさんにも任せたい。攻撃はが結構来るね。いや、やっぱ割と硬いですね。ここはここは割と硬いな。さあ、早くゲージを貯めてね。ナイス、効いてる、めっちゃ強っ。強っ。ス元気で呼びますか。はーい、回復役という体もありますけども、攻撃参加してほしい。だった。これでゲージが溜まったかな。まあ、ちょっとエイコはバースト行きたいところなんですけど、ゲージを貯めたいから我慢しようかな。グランドリーサル、そして
何行きゃいいのこれ、いっぱいあるんですよ。聖剣技、雷鳴剣、ラム召喚、帰ろうとか、ほらほら、いいねいいね、扇風機この時期にはいい。愛が糸と使ってしまいましたね。はい、さあ行こう、守っていく。そしてトランスに入るから、またゲージ溜まりやすいんで、一気に行動しまくってゲージ溜めてしまいましょう。ラム召喚、これも回復で、回復のつもりでやったんですけど間に合いませんでした。これ弱体かな、まといかな、まとい、まといっすかね、まといっすね。 OK、 ダッシュバイト、カエル落とし、これで攻撃力アップ大。まあもう減衰余裕で届いてると思うんで、あんまり意味はないんですけど、ちょっとだけ上乗せ。スー、かまいたちが持っていく。これどうしたらよかったっけ、セイントハザード、わかんないっす、マジでわかんないっす。ほんまに初めて使うようなバーストでございます。が B、 なんかピュイーンってなってるよな、なってるな、なってる、ピュイーンと。はい、穴抜く、強いですよねこれが。カチカチに固めていく。だが順調に削れてますけど、ストームフィール、普通にバーミじゃなくてアサルトセイバー使いたいですけど、あ、もういける。かまいたち、バハムート、グランドリーザル、もう一回打ち込んで壁を張る。よし、マダインサリの祈りいきましょうか。メガフレア2、いいダメージが出ております。サンダが来て大丈夫、耐えて、ベアさんはオーバーフローいきます。もうとどめ刺しにかかった方がいいと思われるんで、一気にいきましょう。グランドリーザル、ウフー、効いてる、いやーいやおー、めっちゃ効いてる。よっしゃよっしゃよっしゃ、どうしようかな、どうしようかな。体温波、弱体超絶珍しいですよね。今後なんかすごい使えそうなんですよね、魔石とかで。はい、ガーネットの姿あり、よいしょ、ナイス完走。これで終わりかな。ストームスティー、落ち、この時を待っていた。覚醒からのメツアルテマ、全てを無視してくる。 HP 割合ダメージって言ったかな。うわお、シャン。ちなみにうちのクジャも強いですよ、バーストとオーバーフローがあるんで。はい、なんでかよくわかんないですけど、狙ったわけでもないのにどんどん揃っていって、その2つがあるんで、そのクジャもまあまあやるとは思います。使ったことないけど、闇魔法が必要な場合はちょっと取り出してくるかもしれないですね。はい、ということでクリスタルタワー終了でございます。ミッションも完了、まあ簡単でしたね。はい、もうめちゃめちゃ適当なパーティーで、シリーズのナイトメア用のパーティーなんですけど、ナイトメア1に行くためのパーティーだったんですけど、それでいけちゃいました。はい、
ということで、クリスタルタワー終了でございます。見ていただいてありがとうございました。